ユニゾン木曜日改めまして鈴村健一ですああここに書いてあるな、えー「鈴村家のお正月はいかがでしたか?」ってもう早速書いてありますけどえー、のんび,びりしました年末もう腰やられててねほんま本当年末ギリギリまで30日ぐらいまでいた31でピカーって治ってうわやったー言ってほんであの年末実家帰ったりしましたけどね まああの特筆すべきことは特になかったと思いつつ唯一遊んだことといえばあのディズニーシーに行ったのおー来たほう、今日今年一発目のほうほう来ますほう小声のほうですね行ってきましたよええー、二人で二人で <laughs> おお気になりました、ね、いや楽しいねディズニーシー好きなのよ面白いでもうさそんななんだ新年一発目に行くと もうこんでるじゃないだからもう全然あれよ乗り物とか乗らないんだけどな,なんだあれな俺初めて食べたのよあなんだあれ <laughs> ちょっと分かんないあの中でディナーコース食べられるとこあるでしょだディズ昔俺はディズニーランドに行った頃ってあ,あんまりその食事がさそんなになかったのが C は豪華なのよほんでその中でもなんかディナーコースみたいなやつを。 食べたけど美味しいねほんでまたあそこはやっぱいいのよ雰囲気がなん,なんてとこだっけマゼランみたいなねあのかい海賊船がついて海賊船がう海からついてついて、えー、なんだあのそこでみんなで食べますよみたいな雰囲気になってるところで食べたんです <laughs> 美味しいですね全然面白くないねこの話 <laughs> 僕だけ面白いんですけどすっごい美味しいのね でそ食べててて食べてたりするとあとなんかその並ぶの好きじゃないからま並ばないんですけどあのあれですよあの電車みたいなあるでしょあれに唯一乗ったんですけどやっぱそれでも並ぶんですよでもあれ15分で乗れますっていうからほんなん並びましょうかっつって並んでたら並んでたらねあの、まあ、正直に言いますとまあ夫婦でいますからちょっとちょっと。ちょっと お分かりになられた夫婦しそうやなだから「あああの夫婦あの夫婦そうちゃうの?」みたいな雰囲気になったんですよもうでもあのこうなんてゅうのこういう,こう S 字すげえ S 字で並ぶじゃん人ってだからもうその度に人がこう近くに寄るわけで「あああれ鈴村さんじゃないの? <laughs> っ」っ、ま、すれ違ってこう離れてほらまた「ふ言うて動いて「ああそうだ、ん、よ」おお! <laughs>」 いうのが1回ありましたけどそれも面白かったですねなんかそういう風にこうあの風雨ばっかり言うな書き込みの人たち <laughs> でも楽しかったディズニーシーはいいねでも寒いわ冬はだからもう寒い寒いって思ったから早めに帰ってしまったけどでもいいね僕はでも夏がいいわ夏に行きたいディズニーシーあとランドも もうだいぶ行ってないランドって大人になって行かないからランドにも行きたいな以上です <laughs> 全然話が面白くなかった気がするんだけどこれでいいんだろうか、はいえー